はようございます。バイクで日本一周48日目、7月19日月曜日の朝7時24分です。私ね、北海道北見市にある快活クラブ北見店で朝を迎えております。今日はねちょっと昨日いろいろありまして、撮影して回るんじゃなくてね、もうそのまま直接ねキャンプ場の方に行こうかなと思っております。さあ出発しますか。あ、バイク置き場あったんや。こっち今現在ね北海道の北見市なんですけども、北見市は結構ね道路沿いもいっぱいお店とかあって人口も多いようですね。やっぱり、こちらがね今右手に見てますのがね網走湖ですね。今網走湖の湖畔のね毎年行ってる曜日戸浦キャンプ場というところに向かってるんですけども、あと9分で到着いたします。テント張ってますね。よかった。閉まってたらどうしようかと思ってたんですけども、やってるみたいですね。網走じゃない曜日戸浦キャンプ場ここですね。さあ、あ、行き過ぎた。3年連続やってまいりました。曜日戸浦キャンプ場です。現在時刻8時49分です。今私ねこちら北海道網走市にあります曜日戸浦キャンプ場にやってまいりました。ここがね網走湖ですね。目の前がここもね3年連続来てるんですけども、こんな感じで今日はちょっとテントは少なめですね。現在時刻9時31分です。いつもとね全然違うペースですけども、もう移動してねテントも張っちゃいました。こんな感じでね今日はねいろいろ心境の変化がありまして、今日はもう動画の方はお休みしようと思ってね、この網走湖にちょっと癒されようかなと、そんな感じでございます。先ほどねあの炊事棟でね管理人さんらしき人とね、あのおばさんと出会ったんですけど、あのちょっとお話伺ったらね、そこの水はね飲めるらしいですね。なんかこのなんとか山っていうとこから直接引っ張ってどうのこうのっておっしゃってましたけど、なんか美味しいって有名だっていうふうになんかおっしゃってましたけどね、そのままもう山水が直接で大丈夫なんですね。意外とっていうか、なぜこういうゴミをね散らかすんでしょうかね。何ですかこれは、ポケモンってダメですよ本当に。あんなことしちゃレブン島が泣きますよ本当に。レブン島行ってみたいですけどもね、こんなところに捨てちゃいけませんよ、レブン島のなんかの札を。あれこれ開いてないんですかね。やってるんですか。
今日はねもうどこにも行かないんで晩ご飯も買ってきたんでね、ヘルメットのねインナーをこれ洗いたかったんですよ。ずっと今日洗いたいと思います。今日1日で乾くでしょう。水洗いするだけでも随分とね違うと思うんで、石鹸持ってきたらよかったか。石鹸持ってくるか。失敗したな。石鹸持ってこようか。石鹸でゴシゴシしますか。もみ洗いこれだけでもね随分綺麗になりますよ。すっきりと。今年の北海道は今日も30度超えてますからね。昨日帯広の方では37度とかになってましたよ。ニュースでもやってましたけどね、北海道本当に今年すごいね暑いみたいですよ。僕も汗かいちゃったんでね、ヘルメットのインナーを洗いたくて仕方がなかったんですよ。今ね3時回ってねちょっと曇ってきて涼しくなりましたね。どれだけ暑くなるんかなと思ったけど、ちょっと遅いですけどね。お昼ご飯、遅めの昼ご飯パスタ食べます。あそこね太陽の光が雲の隙間から、ね、放射状に、ね、線が入ってこうシューってね綺麗な感じで光が差し込んでるのが映ってますでしょうか。まあねすごい涼しくてね、この網走湖を眺めてるのがすごい心地いいですね。現在時刻6時9分です。夕方ですけどもね、バイクもねテントの数もすごい増えましたね。カヌーですね。あそこ何かがいるなと思ったらスイ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 気持ちよさそうですね。あれ今年は綺麗な夕日は見れませんでしたね。2年連続すごい綺麗な夕日が見れたんですけど、綺麗な夕日が見えてきましたね。やっぱり帯戸浦キャンプ場、ここはね夕日が綺麗に見えるんですよね。わあすごい金色の光がね輝いてますね。3年連続綺麗な夕日が見れました。おはようございます。バイクで日本一周49日目、7月20日火曜日の現在時刻朝5時38分です。今私ね北海道は網走市にあります帯戸浦キャンプ場で朝を迎えております。こんな感じで今日もね空は晴れてますね。昨夜はね雨が降ったんですけども、こんな感じでバイクがね結構びっしりね、ここはやっぱりねバイカーが多いですね。今日ここからどう行動するかもちょっと未定なんですよね。昨日いろいろ考えてて、もう苫小牧まで行ってそのままフェリーで関西っていうか苫小牧からだったら舞鶴かなあたりまで行って、もう一気に大阪まで帰っちゃおうかなとかもいろいろ考えてたんですけど、まあその身の振り方次第でちょっとまた別の方向性のパターンとしては、あの静岡県だったかな、あの南箱根のバイカーズパラダイスに行ってバイクの試乗をしようかなと、まあ、そっちの方向にまたシフトチェンジしようかなっていう、ただいまねお昼過ぎぐらいです。すごくね今日は風がきついですね。気持ちいい風がずっと吹いてます。若干の曇り空でね、そんなに気温も上がらずに涼しく過ごせてますね。まぶしいこの水の音聞きながらちょっと今後どうするか考え中です。昨日のお昼過ぎにパスタ食べてからね、結局晩ご飯もねあんまりお腹空いてなくて食べなかったんですよね。朝も食べてないし、もう1時ぐらいやけど、昨日の昼から結局何も食べてないんですよね。かといって食欲もなく、まあでもちょこっと昨日スーパーで買ったチャーハンでも食べよっかな。珍しいんですよね、僕こんなに食べなかったことって。食べるかとりあえず。
のね冷凍チャーハンが本当にね旅中は楽ちんでいいんですよね。またこれねゴミも出ないんですよ、この袋1枚だけなんでね、中も水でさっとゆすげるし、やっぱ旅中は結構ねゴミが出るのが本当に、特に今はね新型まるまるの時期でゴミ箱を設置してないところも多々あるんでね、こんな感じでねもうちっちゃくなるのがすごくね助かるんですよ。ゴミが本当にすいませんね、こんなに元気のない姿をお見せして、人間だもんで、これもこれもまたハスさんチャーハン食べて元気になりますよ。チャーハンのねいい匂いがしてきましたよ。さすがに火を使うとねちょっとテント内もね熱くなってきますね。こんだけ開けててもね後ろも開いてるんですけど、さあもう食べれそうですかね。もういいか、ガスも残り少ないんでね、命のガスですよこれ一本。さあ食うか、熱々のチャーハンいただきます。うん、デリシャス、デリシャス。うん、デリシャス。チャーハンの時はね、洗剤を使わずにね、さらっと水で流すだけですね。チャーハンの時に限らず、僕も基本的に食べ中は洗剤使わないんですけどね。よっぽどの油汚れじゃない限りは。この方が自然にも優しいんでね。山の中にね、もうこのまま排水が直で垂れ流しの山とかもあるんでね、キャンプ場は。あんまり洗剤を山に垂れ流していいものかってね迷った時があって、それ以来ね洗剤をキャンプで使わなくなったんですよね。さあ現在時刻2時34分です。スーパーにね買い物とお風呂に行きたいと思いますと言いつつ、なぜかここで曲がります。今日は車が昨日より多いですね。さあ、2日連続ね、パチンコで負けちゃいましたよ。取れ高もほとんどなく、空もなんかもう雨降りそうな雰囲気ですよねこれ。おっとすごい黄色の信号が黄色の嵐やったな今一瞬で。そんなことある？珍しい変わり方ですね。信号普通だ、だいたいこう順番順番に変わっていくんですけどね、一瞬でパッて黄色になりましたよね今。珍しい、北海道ではそういう信号の変わり方するんですかね。大阪ではこう徐々にこう先のやつがねどん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 信号変わっていくんですけど、タイミングよく。あれ温泉どこでしょうか、これかな。あ、これですね、時は湯。これ駐車場はないんでしょうか。ここじゃなさそうですね。昔ながらの銭湯もなかなかね好きなんですよね僕。あ、貸し切り状態だったら最高ですね、気持ちいいです。
今ね、時は言ってお風呂でね、下駄箱の鍵、シルバーのね、薄いプレートの鍵に紐がついてるやつだったんですけど、それをね、お風呂上がりになくしちゃったと思って、ずっとね、探してたんですけど、左の手首にはめてたやつがね、なんと結果どこにあったかと申しますとね、そのまま僕の左の手首にあったんですよ。あったにもかかわらずね、ずっと僕探してたんですよね。このロング T シャツを着てここに入ってたんですよ。で、僕手首にないもんやからなくしたと思ってずっと探し回っててね、大変でしたよ本当に。まさか T シャツずれてね、ここの辺にここにあってなんか硬いと思った。びっくりですよ本当に。メガネをなくしてメガネメガネって言いながら、あのおでこじゃない、頭にね引っ掛けてる、あんな状況だったんでね。いやお恥ずかしい、ご迷惑をおかけしました。ちゃんと鍵はね、あのその場で返却したんで。おいと、なんとか雨は降らずに持ちこたえてくれてますね。てっきりもうお風呂上がりは雨降ってるかなとかいうふうに思ってたんですけど、助かりましたね。足の上にね、鶴ですね、これ。網走ビール館。こんなんあったんですね。焼肉。先ほどもね、ホテルがいっぱいあったんですけど、バイクも止まってましたね、やっぱり。あ、やっぱりテント増えてますね。この時間になるとさすがに。やっぱバイクが多いですね、ここは。やつはね、いただきますよ。今日はね、曇ってるから綺麗な夕日はちょっと見れそうにないですね。しかしね、まあ、バーグマンはね、このレアシートがテーブルにもなっちゃうっていうね。今日はもうスーパーで買ってきたお弁当で済ますんですけども、バーグマンのね、タンデムシートをテーブル代わりに使いたいと思います。ここでね、湖を眺めながらご飯を食べます。いただきます。うん、おはようございます。バイクで日本一周50日目、7月21日、水曜日の現在時刻朝6時35分です。今私ね、また北海道のね、網走市にあります、こちら網走湖、この予備戸浦キャンプ場でね、また連泊して朝を迎えております。今日も若干ね、空は曇ってますね。雨は降ってないんですけども、今日も一日ね、まだどうなるかわからない状況ですね。大阪に帰るのか、ちょっとまだ整理がついてないですね。ちょっと早いですけども、お昼ご飯ね、焼きそば作りたいと思います。こちら北海道限定焼きっぺ。北海道限定ということでね、買ってみたんですけども、さあいい具合に麺がほぐれてきて、水分もねなくなってきましたよ。ソース入れますか。さあ北海道限定焼きっぺ、お味の方はいかがでしょうか。いただきます。うん、現在時刻11時55分です。ちょっと日も照ってきてね、テントの中にいるのも暑くなってきたんで、街中の方に行きたいと思います。まあ、どっちみち買い物とかね、お風呂にも行くんで、とゴミも捨てないといけないんでね。昨日はゴミを捨てるためにパチンコ店に入って、結果的にね、まあ、1円パチンコでちょっとだけっていう感じで思ってたんですけど、いくら負けたんかな、2800円か、昨日は。ゴミを捨てるのに2800円かかりましたよ。その前の日もゴミを捨てるために同じパチンコ屋に行ってね、1400円使ったんで、2日でゴミ処理代が4200円ですね。高い、1回ゴミ捨てるのに2100円ですよ。さあ今日はこのゴミを処理するのにいくらかかるんでしょうか。
まあ、動画のネタになればと思ってねちょこっとついでに売ってるんですけど、うわ山の上の方がすごいガスってますね。これ雨降るんでしょうかね。怪しいなこれ。さあゴミ捨て、高いゴム捨て場に到着しましたよ。なんかまた警察が来てますね。なんかね僕が行くところ行くところこのパターンが多いですよ。また何かあったんですかね。前もね札幌の方で子グマが見ました。あ見ました、はい、熊が出たって。そうなんですよ。何かあったんですかね。こんにちは。こんにちは。事故防止の啓発中でした。はい。え事故防止、事故防止、ご検討が、はい、バイクの事故、それと北海道の死亡事故がもういろんなところで起きてるもんですから。前もなんかね、どこやったかな、どっかのキャンプ場でなんかありました、そういうの。なんかどこやったかな。ああそういうことや、なんか事件でもあったんかなと。楽しんでるところ申し訳ない。あいいいい、気をつけて走ってくださいね。そういうことですか。それと一応車のナンバーとですね、はい、どなたに啓発したかってことをちょっとメモしたいもんですから。あ僕あれです。あれですか、はい、ナンバー引かさせてもらって。あどうぞどうぞ。じゃあ俺行きます。あどうぞどうぞ。じゃあ行きます。大阪 YouTube って僕去年大阪の人に会ったけど。どこで会いました。 YouTube、 本当にそれキャンプ場でしょ。キャンプ場、どこのキャンプ場か覚えてないですか。覚えてる、ツツジ公園とかじゃなくて。ツツジ公園でしょ、うん、だから僕さっき言ったじゃないですか、なんか今日なんか見たことあるなと思ったんですよ、うん、僕雨降ってた日じゃないですか。そうそうそう、でしょ。そうそうそう、えあれで来てるんですか。そうそうそう、あやっぱり、うん、いや僕なんか見たことあるなと思ったから。ここ違うじゃないですか。あバイク去年とは違うんですよ。去年は青色のバイクで、うん、あ僕去年会ってますやっぱり。なんか顔隠してるいや今年はさすがにねっていうか僕一応気を使って大阪の人間やから余計、うん、めっちゃ雨降ってた時ですよ。そう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 、到着して雨降ってて、うん、そうそうそう、でしょ、僕一応あずまえのところに始めて、でそう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 、うん、やっぱりそうや。いやなんか見たことあるなと思ったんですよ。顔隠したら誰も分からない。確かに現在時刻5時19分です。またもやねこの予備戸浦キャンプ場で差し入れをねいただいちゃいました。早速ねビールといただきたいと思います。こちらなんかね北海道のマークが入ってますね。ハスさんちょっと元気が復活してきました。今日はね、すごい霧がかってますね。本当だったらね、夕焼けがね、綺麗に見える時間帯なんですけども、全くそんな雰囲気はないですね。真っ白ですけども、これはこれでね、なんかいい雰囲気ですね。すごい涼しいというかね、肌寒い感じですね、今。すごい蚊が大量発生してますよ。霧がすごいですけども、蚊もすごいですよ。かいかい、足かまれましたよ。あそこですね、光ってるホテル。あそこが網走湖そうです。予備戸浦キャンプ場からね、3分なんですぐ近くなんですけどもね、去年はね、新型〇〇の影響でやってなかったんですよね、日帰り入浴を。まあ、一応やってたんですけど、3時までとかでいう話で、実質ね結構日帰り入浴お断り状態だったんですよね。さあ到着いたしました。ホテル網走こそ、しかしね日帰り入浴はここに泊めちゃダメなんですよね。僕はもう2年前にも来てるんで知ってるんですけども、こっちの方なんですよ日帰り入浴の入り口は。あここはね赤々と電気がついて、あ何やらピアノの演奏が始まってるようですね。外から見えちゃいましたけども、こちらがね日帰り入浴の入り口ということになっておりますよ。この辺りに止めますか。はいと到着です。出ました、迷路のようなホテルあるあるです。思い出した、そういうこんなあったな。
Thank you.